網を喰らい尽くす祖国の練り定めの枝は光求め進む。かつてこの世界は世界を管理していた高間ヶ原システムによって同じ時間を何度も繰り返していたわ。世界が何度繰り返されてもこの結末は変わらない。最後には必ず二人が釜に飲み込まれていく。釜に落ちた二人が徐々に形を変え変貌を遂げてしまったところでおしまいよ。黒き獣に長きにわたって繰り返されていた高間ヶ原によるループはあなたの手で脱却されたの。そしてこの瞬間あなたは青の継承者、新しい目として選ばれた。これがかつて特殊な状況にあった世界のあらましよ。
Cottage.
第666高速機関解放、次元ブレイブル起動。レイチェル・アルカード、アズラエル、イザヨイ、タオカカ、Noel Vermilion, Iron Tiger, Ben Shishigami, Makoto Nanaya, Jin Kisaragi, Platinum the Trinity, Hakumen, Hazama, Rachel Alucard,